はい、じゃあ今回はアイアン編ですね。はい、今までのアイアンとどういったところが違うんですか？今までのアイアンと比べてソール部分がものすごく厚くなっていて滑りやすくなってるんですよ。それに加えて重心も低くなってるので球がすごい上がりやすいっていう声が多数いただいております。やっぱり球が上がるっていうのはすごい、もう前回も言いましたがゴロ打ってナイスオンってラッキーみたいな。ラウンドに行った時はパチーンと高い球で打っていきたいっていう。もう常に放物線を描いて最初の頃から行きたいですもんね。その理想を叶えてくれるアイアンになっているかなと思います。より今までより飛ばしたいっていう女性に向けたアイアンなので、こんなに幅広いアイアンって初めて。初めて、おお、初の。そうですね、女性向けでこの大きさは初めてです。早速打ってみたいなと思います。お願いします。幅広い、私もね、あんま打ったことない。結構でも上から見た感じそんな見えないですね。そうですね、ソールが見えちゃって気になるって方すごくおられるので、あんまり見えないようにははいしてます。これも A シャフトですね。そうですね、 A フレックスの。はい、しょ、あの滑ってくれる感じします。こう地面結構今思いっきり上から入れたんですけど、そのダフったとかもあんまなく重くないですね。なんか幅広い分ちょっとあの、何ですか、下に重たい、うん、落ちちゃうかなと思ったんですけど、全然重さも。そうですね、そのあたりはウッドと並べて、あのやっぱりちょっと振りやすいようにっていうのはあの意識して作ってるので、はい。じゃあこのアイアンの構造をね、さらに詳しく知りたいと思います。女性のアイアンの悩みって何でしょうね。ちょっとここの部分からなんですけど、うん、はい、女性のアイアンの悩みって、まあ、うちとしてはこういうふうに考えてまして、やっぱり飛距離が出ない。女性やっぱりもっとアイアン飛ばせたら楽に回れるのにっていうところあると思うんですね。であともう一つは打ち分けられないっていうところが一つ目、やっぱ問題悩みとしてあるなと思ってます。でもう一個はやっぱりうまく打ったつもりなんですけどちょっとダフっちゃうっていうところも悩みとしてあって、こういうところが改善できたらもっとゴルフが楽しくなって、もっとあの楽に回れるのになっていうところがあるので、まあ、こういうところをあの解決してあげるアイアンとしてこのアイアン作ってます。7番も8番も9番も入ってるけど、うん、みんな5ヤードぐらいしか変わらないとか、そう、むしろちょっと1本でいいんだけどぐらいな女性かなり多くて、ね、うんうんうん、そうですよね、まあ、そういう悩みですよね、まず。そうですね、はい、ちょっと飛び系のアイアンとしてこれ設計してるんです。はい、で、まあ、飛び系アイアンって何だろう、何ぞやっていうところでちょっと入ってきたんですけど、はい、まあ、飛び系アイアンってあの普通のアイアンより実はロフト立ってるんですよ。なるほど、最近流行りの。そうなんです、最近メンズではよく出てるんですけど、はい、まあ、メンズだってやっぱ25度ぐらいのアイアンもあるんですけども、女性だと、まあ、普通のアイアン7番アイアンでだいたい31度ぐらいなんですけども、まあ、こういう飛び系のものはそれより2度ぐらいロフトを立てて29度ぐらい、6番ぐらいのロフトになってます。はい、なるほど。でもなんか構えた感じそこまで立ててないっていうのがある。そうだ、そこまで立ててないっていうのと、あとは6番って女性持てないじゃないですか。6番振れない方ってすごいおられると思うんですよ。6番抜いてますね。はい、でも6番でも7番ぐらいのボールの上がりがあるんですね。なのでもう違和感なく振れるっていうのがあって、あの1個は重心をすごく下げてるんです、このアイアンで。低重心なのでやっぱりそのロフトが立ってても飛ぶっていうのがあって、あるんですね。重心が低いとスピンって少なくなるんですけど、まあ、スピンを減らす効果と当たった時にちょっとこう寝る効果があるんです、うん、ロフトがちょっと寝るって、インパクトロフトがちょっと寝るっていう効果があって、まあ、それで実際のロフトよりもあのボールが上がるんですね。で、あとは女性の方ってあの結構ウッドと同じように打つ人すごく多いんですよ。はい、多いですね。ですよね。あれ打ち込むっていうよりは、そうなんですよ、そこに合わせて滑らしていくみたいな。そうなんですよ、滑らせる方すごく多くて、でやっぱりそういう方のスイングに合わせて私たちはアイアンを作って
作っていくっていうのが使命なので、まあ、ウッドと同じスイングで、はい、打てるようにっていう、同じスイングでスイング改造しないで、そうですそうですそうです、距離も出してくれる、そうですそうです、もうそんなにやっぱり練習する方ばっかりじゃないので、月に1回ゴルフに行くっていう方とかだと、やっぱりウッドと同じスイングのまま打つ方すごく多いので、うん、はい、そういう方に向けて、でやっぱりこういう払って打つ方ってどうしてもインサイドアウトに入りやすい方多くて、そういう方ってダフっちゃうんです、ダフりやすいんですよ、でダフりやすいので、まあ、ダフりにくいようにっていうので、あの全部ソールを大きくしてるんです。なるほど、まあ、これちょっと分かりにくい絵なんですけど、これあの6番9番サンドウェッジでソールの大きさほぼ同じで、すごくソールを大きくしてることで、まあ、どの番手で打ってもダフりにくい設計にしてるんです、はい、あ、これで、まあ、ザってもし刃がこう噛んだとしても、うんうん、ここがこのまま、はい、スーッと滑ってくる、そうです、滑ってくれるっていうことで、はい、ことです、はい、ここが広いので、飛び系で少し立ててあるけど、そこまで立ててないんで、構えた感じも全然あの上がってくれそうだなっていう感じはかなり、そうですね、あとはあのフェースの顔も、まあ、うち昔 VIQ っていうモデル出してたんですけど、 VIQ っていうモデルの形をブラッシュアップしてるので、すごくあのメンズのような、あのなんか飛びそうな、ちょっとメンズってすごく長いんですけど、ああいうなんか難しそうだなっていう感じはなんかなくて、すごく安心感のある大きな顔にはなってるんです、はい、です、なんですごい構えやすいですし、これまたあの今回 A シャフトを出せてもらってたんですか、はい、フレックスの L とは何か違いは結構あるんですか、重量、バランス、あ、結構違うんだ、違います、長さも違う、お、はい、また長さも違う、そうなんですよ、とメンズの飛び系アイアンって結構長いんですけど、女性の飛び系アイアンはそんな長くしてないです、やっぱり難しくなっちゃうから、そこをしっかり当ててあげられるように、まあ、今までの7番よりもほんま 2,5 インチぐらい長くなってるんですけども、そんなにあの半インチとか1インチ長くするってことはしてないんですよ、7番が飛ぶので、まあ、7番、8番、9番って徐々にこうあの飛距離差がしっかり出るようになってるんですね、なるほど、それであの打ち分けられるっていうことは、まあ、10ヤードは、ね、欲しいですもん ね、 欲しいですね、打ち分けに、はい、8と7と9と P で10ヤードずつ、うん、こう、まあ、打ち分けられるような、打ち分けられるよ、うん、はい、設計になってます、なってます、設計を知った上で、そうですね、もう一回振ってみたいと思います、はい、思ったんですけど、うん、打ち込んだとしてもダフじゃないですか、打ち込んだとしてもダフりにくいでしょ、払い打ちの人に関して作ってる部分はあるので、ここに構えたら、もしかしていいかもしれない、ちょっと待ってください、ちょっと打ち方を、うん、昔の打ち方の方がこのアイアンは向いてる気がする、こっちの方がいいかもしれない、でも本当なんかユーティリティとアイアンの間、あ、そうですね、構えたアイアンがユーティリティみたいな、うん、ボールに合わせた時にこう見える形状がすごくユーティリティに、そうですね、もう感じるし、でもアイアンのフェイス面、あ、そうですね、ユーティリティが得意な女性多いですもんね、多いですね、ってことはやっぱそっちに、そうなんですよ、ユーティリティの延長として打ってもらえるようにっていうので、うん、私はまあユーティリティの7番まで作ってて、7番の次にもうそのまま違和感なく振れるようにっていうので、この形にしてる部分もあります、あー、ラッカーね、ダフっても心さんがダフったって言わなかったらバレない、バレる、パーフェクトショット、あ、パーフェクトショットありましたけど、ちょっとこれと比較できるアイアンとかありますか、メンズのソールが太い、メンズはちょっとそうですね、うわー難しそう、難しそうなアイアンが出てきましたよ、はい、急にいつも打ってる方なのになんか安心感が、滑ってくれそうな感じがなくなりました、そうですね、全然違う構えが、あー、バインになってる手が、ミスショットしたときに手が痛かったりとか、そうですね、しちゃうんですよね、メンズのアイアンって、なるほどね、バインってなりますもんね、うん、安心感は全然違う、はい、
もうちょっと飛ばしたいんだけどな、こっち。そう。よいしょ。綺麗に入ったかも。どうだろう。なんかひょろひょろひょろって落ちてて。おお、飛びました。40。イエーイ。最大級の距離もしっかり出てくれてます。このソール効果が、これはでもかなりコースに行くとより分かると思います。このダフらない感じとか、もう構えた時の安心感が本当ユーティリティなんで、女性はやっぱユーティリティ好きな方も多いんで、本当に7番ユーティリティとかの下に入れていくのにはいいんじゃないですかね。 6U とかの下、結構同じ感じで触れていけると思います。全部が同じ、このしっかりソールが分厚く作られてるので全部ダフりにくい。そうですね。もしよかったらサンドとかアプローチとかも打ってみてもらってもいいですか。でも A とかになってくるともう全く気にならないですね。全くあのそのソールの分厚さが、これ何番ぐらいが気にならないですかね。多分8番9番ぐらいでもう見えなくなると思いますよ。9ぐらいで見えなくなる。9番からもう見えません。7だけかな。7か8がちょっと影がチラチラするぐらいの。それはやっぱりバンカー専用エッジでそういう風にソールを大きくしてて、でそれで楽に出せるっていうのがあって、はい、すごくそれを今回あのアプローチ全部入れてるので、エッジピタ感が違いますね、はい、あ、もうね、角度が決まってる、地面に置いた時うん、本当にここに置いた時のピタッと感が、普通なんかこう、なんかあどうしようかなみたいなんですけど、角度がもうピタッと決まります。いやー、ワイドソール初めて打ちましたけど、本当あの安心感がかなりあります。はい、今回は飛び系のアイアンについて学びました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、これアイアンから火がついて、まあ、全部揃えてくださるお客様って今回すごく多いんですよ。はい、実際にフィッティングなどしていても、はいはいはい、アイアンをお渡しした時にソールが分厚くて大丈夫って買ったも多いんですけど、実際に打ってみるとしっかり入ってくるので。なるほど、はい、この分厚いソールっていうのに馴染みがないと変ななんかこうイメージ、うん、簡単って言うけどそんな簡単なのみたいな。簡単で飛んでくれる、しかもダフらないって、もうミスがミスに、さドライバーと一緒でミスがミスにならないっていうのが一番いいなって思うので、本当にあの抵抗ある方も実際に打ってみるとより良さが分かる。なので皆さんぜひ試してみてください。皆さん今回の動画はいかがでしたか。さらに今回ブリヂストンさんからボールが発売されました。なんとこちらになります、 JGR ボール、こちらを抽選で1名の方にプレゼントします。概要欄の応募フォームからアンケートいつも通り飛んでいただけると書けるので、そちらに書いていただいてこのボールゲットしてください。皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。